第2回目の抽選がつい先日行われたんです。そして今日この会場にその当選者の方がいらっしゃいます。では発表させていただきたいと思います。スキャナーで測定をしまして、これに応募いただいた方は一般の方ですね。ではその方をちょっとご紹介したいと思います。今回当選された方は横山千尋さんです。おめでとうございます。まだモリンダに関わっているわけではありませんから、今日この会場にはいらっしゃいません。でもその方をお連れし、お話をし、そして測定をし、そして応募してくださった方がいらっしゃいますね。スキャナーをお持ちの方です。その方のお名前を発表したいと思います。今回タヒチドリームバケーション第2回タヒチ旅行に当選された方です。その方は笹川由美さんです。笹川さん、いらっしゃいますか？あ、いらっしゃいましたね。ぜひよろしければこちらにご登壇ください。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。ありがとうございます。では、笹川さんに一言だけいただきたいなと思います。今日は本当にありがとうございます。横山さんの名前が出て、同姓同名かな、違うかなと思ったんですけど、私のお友達の横山さんだったのでとってもびっくりしました。先ほどのツールをうまく使ってなくて、まだ途中なんですけど、これでもっとアプローチをかけることができるようになるかなと思いますので、新しいビジネスパートナー誕生を目指して頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。わー、嬉しい。いや、なんかちょっと時間湧いてくるかも。おめでとうございます。おめでとうございます。すご